実はちょっとね、今日ね、マネージャーとちょっと打ち合わせしてて、船長がやろうとしてることにかかるお金を計算してたらね、ちょっと、すごい額。船長がやろうとしてることをちょっと計算したらさ、すごい額だったの、ちょっと。もう、だから、マネージャーと話してて、まあ、グッズの売り上げとかを全部当てつつ、あとはもう、足りない分は船長のポケットマネーから出すか、みたいな話をしてた。いや、グッズの売り上げ全部当てるよ。もう全部当てても、ちょっと足りないなって感じだから、もう、私のポケットマネー切るかって、マネージャーに言ったら、まあ、マリンさんはそういうクリエイトこだわるから、いいんじゃないですか、つって。ね。何を作ろうとしてるのか。お金がかかるんだよ。船長の作りたいもののためには。時間もかかるんだよ、時間も。待っててください。時間かけて頑張って進めます。こんなにスパチャもらっちゃったら、これはもう、しっかりやるしかない。絶対しっかりやります。任せてください、君たち。ちゃんとやります。お金、ドンって払います、ドンって。ちょっとね、なんか君たちの中で多分、なんかそれ作るのって会社が持ってくれるんじゃないのって思うかもしれないんだけど、ちょっとね、会社に持ってもらうにしても、やっぱさ、いっぱいいるじゃん、我々、ホロライブメンバーって。その中で船長だけそんな莫大な金をかけてもらうわけにもいかないので、やはり多少はね、船長からお金を出す必要がありますので、まあ、半分くらい持ってくれるかもしれんけど、まあ、気持ち的には全額自分で出す覚悟で、やっていこうな、かなと、ね、思ってます。4桁万円、4桁万円かかる、かかります。4桁万円かかる。すごいよな。かかるなーって思いながら。まあでも、それぐらいかけて気合い入れていきたいよね。じゃ、2個やってるから、2個やってっから、今、船長が動かしてることが2個あって、合わせると、それくらいいく。